お番組が、残り5、6分少々ですかね。はい。ああ、ジュンニーさんがこの番組は初見ですって来てます。あ、そうなんですか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、さっきの龍の話、最近は丸々龍が。うん、うん、はいはい、はい、名前が多いというのに反応してくれてますね。だって一応考えたら牛じゃないですか。うん、牛も動物だし、うん、そこにこの架空の生き物の竜つけるっていうのも、まあ、なんでなんだろうと思って。強そうだからですかね。しかもね、お互いに干支でもあるし。本当だ、本当ですよ、本当ですよ。干支かぶりですよね。干支でもあるし、本当ですよ。あの牛で干支かぶりいるわけよ。何々虎とか。確かに。トラマルもいるし、闘魂ネズミという牛もいるからね。ネズミまでネズミとも被ってるし。待って、ネズミ、なんかトラとか竜は分かるんですよ。ウサギもいる、ウサギ。え、そんな小さい動物に名前。でもね、ウサギはなんか本当にちっちゃかったわけよ、牛として。あ、そうなんだ、うん。ちっちゃくてウサギもいた。うん。まあウサギは分かるんですよ。ネズミもいたんですか。ネズミもいる。ネズミってだいぶ違いますよ。だから闘魂ネズミはね、もしかしたら闘魂ネズミ。あれだはずよ。ネズミ年で生まれたっていうのもある。あの牛がよ。なるほどなるほど。あ、それだったらちょっとわかりますね。だって牛なのにネズミってつけるとだいぶ違いますよね。ヘビもいたからね。大蛇王。大蛇王いた、ね。あ、強そうだな。それは強そう。うん、大蛇王いた。そこはわかるかも。大蛇王なる前の名前は岩下バイソンだったからね。バイソン。バイソンから牛主が変わって大蛇王になったね。ちょっとこう名前のこう編成もちょっと面白いかもしれない、聞いてたら。うんうん、そうだね。他なんかでも、って何があったっけ、ね、さん。あ、まあ猿、さっき。え、猿もいます。猿いる。猿もいる。猿いる。やっぱそれはこの牛主が。猿はこれじゃない、この猿年活躍号。ほら、猿年だからだ。あ、猿年ってはっきり書かれてますね。あ、やっぱじゃあそういうことなのかな。そういうのがあるのかな。でも熊もいたしね。え、熊本当に。これなんてハイエナっていう牛さん、文字2003のとこの島。もう全く別の生き物ですよ。ハイエナ。ハイエナ。ハイエナ。面白いですね。まあ、でも一応強そうなのは分かります。うんうんうん。うん、なんか強そうな動物にしたいのは分かりますね。面白い。猫とかはいないですか？そう、可愛らしい系は。猫いたかな、猫系。猫いたか、キャッツ？さすがにハムスター。キャッツ系だったら確かにいいかも。ハムスター的なのとかもいないですか？ハムスターみたいな。ね、一回ね。ハム太郎みたいな。あれあったよ。ダルメシアン。ダルメシアン VS チワワっていう試合あったから、ね。マジダルメシアン。いや、これパッと見んな何の試合か分からないじゃないですか。でもダルメシアンっていう試合はガチでダルメシアン。まあ、あんな感じ、ちょっと結構模様がついてる。もう見た目が本当にダルメシアン。そうなんだ。うん、面白い。ダルメシアン対チワワっているいるいる。面白い。だからね、東京の前、前あれもあったの分かる、あのこの番組でも前話したけど、はい、不発弾っていう牛いたわけ。ああ、はい、言ってましたね。不発弾。もう電話の会話したら、うん、不発弾誰か高野いないかやとか、買う人いないかやなんか不発弾なんか今だったら30で売るって言ってるけどとか。これやばいです、分からん人が聞いたら、ね、何の話なの。不発弾なあれものに徳之島持たしたよとかねそんな会話になるわけよ。でももうデイジ物騒な話じゃないですかこれそういや面白い、うん、なんで不発弾って。だって不発弾って今誰が持ってるのとか、ね、今昨日の誰が持ってるはずよとか、ね、通報されますよあ、面白いですね、名前。うん、あるね。だから子供の名前をつけると、いいですね、良きタイミングで売れなくなる時があるっていうのもあるね。ああ。東急って2、3連勝したら、うんうん、はいはい、自分たちが思ってる以上の破格の金額つけてくる時があるわけ。うんうん、別のオーナーさんが、はい、本当は売りたいけども、うん、子供の名前、うん。子供の名前なんだっけ？あ、うちの音、うん、あ。子供ですか、うん、カイト、あ、カイト号ってつけてたら、うんうん、売りたくないですよね。あ、カイト、俺の弟と一緒か。あ、そうです、一緒。あ、それこそあったんだよ、うん、ね、弟がまだ保育園ぐらいの時に、うん、親父が買ってきたとして、カイトハヤブサって言ったカイトハヤブサ、元のクダカハヤブサでカイトハヤブサにして、うんうん、これがよ、うちに来た時に全く勝たんかったわけよ。うん
どうなりました、そしたら。なんかそれからかな、怪盗ハヤブサで負けたからかな、うん、うちの弟はそんなに闘牛にはまらなかったの。あ、そっか。じゃあここで勝ってたら、うん、今大志さんみたいになってたかもしれなかった。知れないし、そう、うん、だって普通自分の名前がついてる牛が勝っていったらそれは無知になりますよ。応援したくもなるし、なるよね。怪盗ハヤブサが勝たなかったわけよ。や、残念。うんうんうん、そうか。これでいったらね、あれも一時期ね、上村酒造さんの、うん、ちょっとスポンサーというか闘牛オーナーの名前つけて、はいはい、ね、上村暖流っていう牛つけた。向こうに暖流っていうお酒があるから、うんうん、はいはい、上村暖流号ってつけて、うんうん、もう試合に勝ったら、はい、上村社長、はい、牛の上に乗って、はい、もう華やかしてよって言ったら、うん、チャーマキーよ、そっから、うん、3連敗4連敗なんじゃなかったかや。くわーマジで社長1回も上に乗ることなかった。残念。惜しい。上村暖流。わ、もったいない。おお、あったあったあった。そういうこともあるんですね。うん、いや、この甲斐とハヤブサも上村暖流もいい牛だったんだよ、うん、大会出せば C 牛で組まれるぐらいの、うんうんうん、だけど勝たなかったね。なんでだろう、プレッシャーがあったのかな、やっぱり名前をこうつけられると ね背負うものが大きすぎて。いやいやいや。今度また名前についていろいろと語っていきましょう ね。はい、はい、お送りしてまいりました伊波大志の闘牛熱伝。この番組は闘牛ショップ牛の島、やら闘牛ビデオ、居酒屋牛脂、プティフール、おでん大吉、上村酒造、菊原工務店、徳之島居酒屋よいよい、各社の提供でお送りしました。はい、ここまでのお相手は闘牛実況アナウンサー伊波大志と山城舞子でした。はい、今週日曜日18日は夕方5時からフルゲン闘牛組合30周年記念大闘牛大会が行われます。皆さん闘牛場でお会いいたしましょう。この後8時からも生放送です。